ナイロン100度 C、 シャープさん、フラットさん、ケラリーノ・サンドロビッチ率いるシリアスコメディという作風で人気の劇団。15周年記念となる今作は結末の異なるダブルキャスト2本立て、笑いと人生をテーマとしたケラさんの反自伝的な作品です。なんか世の中からずれてるということの、記号としてね、その世の中の、正しい規律とかそういうものを絶対音感になぞらえると、そこから半音ずれてる、上がってたり落ちてたりするような人を一応こうシャープさん、フラットさんと呼んでみようという、まあ、実はそういう人ってたくさんいるんじゃないかと思うんですけど、僕だけじゃなくて、世の中を不条理に感じるというか、世の中は不条理だなと思うことが多々あるでしょう。なんか状況が変わると手のひらを返したように今まで持ち上げていた人間をこき下ろしたりするし、そういうなんか、まあ、集団意識って言ってしまえばそれまでですけど、そういうものへの個人的な折り合いのつかなさみたいなのは感じてます。基本的なトーンはシリアスなんですよ。シリアス、うん、ただそのコメディをが題材として出てくる、笑いが題材として登場するので、笑いを演じたり作ったりしてる人間を描いてるので、その一個フィルターがかかるっていうかな。例えばボケをもっとこうボケるんだよっていうようなやり取りがある、それ自体は笑えるものかどうかは分かんないですね。2チームではずっとやりたかったんですよね。演じ手が変わるとどう変わるのかっていうことを自分で確認してみたかったっていう、割と結果的にはブラックチームの方がベテラン勢っていうことになってますかね。ホワイトの連中ももう相当長いんですけど、あとホワイトのが割とキャスティングに意外性があるんじゃないかなと思います。普段だったらこの人この位置にしないだろうなっていう冒険をホワイトの方がしてるかもしれない。ナイロン100度 C は旗揚げ当初ナンセンスギャグを散りばめた作風で人気を呼んでいましたが、最近は苦味の効いたセリフで複雑な人間関係を重厚に仕上げる舞台を作るようになりました。また新しいケラワールドを見ることができそうです。